綺麗な緑色。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は邪道と呼べるようなことをしていきたいと思います。え、あんたがやってるのなんて、水で洗ったりトースターに突っ込んだり土まみれのグラボ買ってみたり、いつから自分が普通の人だと思ってたの。そう言われてみると邪道じゃないかもしれない。まあいいけど。で、今回はどんな邪道なことをするの？それなんですが、ジャンクパーツの検証をするとき、他のパーツの動作確認ができてる状況で、その中でジャンクパーツを入れてみて動くか確認することが多いんですが、今回はマザーボードと CPU、どちらもジャンク状態で、その状態で動作検証をしていこうと思います。ということはどっちかが壊れていたら、この動画は即終了になるってことね。約10分ぐらいの動画になってるんですが、残りずっとオープニングとかが流れているかもしれません。いや、それ動画としてダメじゃん。では今回のジャンク品のご紹介をしていきましょう。今回は先ほども言ったようにこちらの2点の動作確認をやっていきます。 CPU とマザーボード。はい、パソコンの脳みそと神経の重要な部分を同時にやっていこうと思います。かなりエグいことするわね。まずはマザーボードのご紹介です。今回は、ASUS の ROG ストリックス Z370F ゲーミングを購入しました。こちらは秋葉原のつくもりユース店さんで、7700円で購入してきました。ジャンクコーナーに置いてあったんですが、Windows 10動作確認済みって書いてあるんですよね。え、それってジャンクなの？まあ細かいところは見れてないのか、一応ジャンクだったので購入しました。ちなみにこちらの商品は、ヤフオクとかで中古品が1万円から 1.5 万円ぐらいで大体落札されてました。中古で買うよりは安いか。そうですね、高い時の値段なら半額ですね。では続いて CPU のご紹介です。こちらはインテル i7-9700K になります。え、i7 しかも 9700K？ はい、こちらは友人がネットで購入したんですが、良いネタっぽいからと私に売りつけてきました。売りつけられたって？ちなみにいくらだったの？はい、1万5000円でした。え、1万5000円中古相場でも3万円ぐらいする CPU なので、まあ金額的には高いけど動けばラッキーかなと思ってその友人から買い受けました。ちなみにジャンクの症状とかは？なんか動くけどフリーズとかするみたいです。え、動くの？その辺どんな感じなのかこれから調べていきたいと思います。シュラララ。では各パーツの簡単なご紹介です。スペックはこんな感じ。Z370 チップセットでソケットは LGA1151。あ、LGA1151 は第6、第7世代マザーボードも一緒なんですが、互換性がないのでお気をつけください。メモリは DDR4 を4本で最大 64GB まで。対応メモリは上記のようになっております。まあ4000までなら対応してるってことですかね。PCIe は ×16 が3本、×1 が4本となっており、2way SLI や 3way Crossfire X もできるみたいです。背面はこのようになっております。最近ではよく見る感じですかね。まあここは特に言うことはないですかね。最後に付属品ですが、こちらのマザーも前回同様付属品は完備してました。ドアにつけるタグなんか面白いわね。ゲーム中や配信中入ってこないでってことですね。続いて CPU の方ですが、スペックはこのようになっております。インテル第9世代 CPU で TDP は 95W、8コア8スレッドで、ベースクロックは 3.6GHz、ターボブーストは 4.9GHz となっております。計付きモデルなので OC も可能となっております。ちなみにこの i7 は第9世代で一番ハイスペックな CPU となります。一応インテルの保証ページで調べたところ、ボックス版でヒットしたので、リマーク品ではなさそうですね。では早速動作確認をしてみましょう。あ、そういえばマザーボードに特にピン折れ等はありませんでした。ではマザーボードに i7-9700K をセットしていきます。ソケットの右側黒いところない？なんか黒くなっていましたが、特に折れていたりとかはしなかったんですよね。レバーを下に下ろして、ソケットカバーが外れれば OK ですね。それでは早速起動確認をしてみましょう。マザーボードと CPU 以外は動作確認済みのものとなります。って喋ってる間にスイッチを入れちゃいましたね。さて画面は出るのかな？新規構成なので一回再起動が入りましたね。さて画面は、
とりあえずデリートを連打します。バイオス画面までいけるのかしら。必死にデリートやら F2 キーを連打しています。はい、無事バイオス画面が表示されました。おお、まさかこれも L。とりあえずこちらがバイオス画面となります。バイオスでもきちんと i7-9700K で認識していますね。じゃあここから Windows を入れていくのね。そう。ここからが悲劇の始まりであった。え。シュララララ。はい、それでは Windows を入れてみました。とりあえずタスクマネージャーを確認してみましょう。あ、Windows はクリーンインストールして、アップデートもすべて終わらせております。ほう、Windows アップデートまでは順調にできたんだ。まあ。何その返事。とりあえずこちらがタスクマネージャーとなります。8コア8スレッドできちんと認識されてるじゃない。はい、きちんと8コア8スレッドで認識されているんですが、この速度を見てもらっていいですか。4.8GHz。はい、この 9700K、ベースクロックが 3.6GHz でターボブーストが 4.9GHz なんですよね。で、今これパソコンをクリーンインストールとアップデート、それといくつかのファイルしか入れてないんですが、なぜかターボブーストが常時発動状態になってるんですよね。マザーボードのバイオスの設定とか、一応マザーボードのターボブースト機能をオンにしてるのでターボブーストが効くようには、なってますが、ほとんど作業をしてないのにターボブーストがかかってるんですよね。ほう。とりあえずシネベンチ R10 を回してみたいと思います。それではスタート。おお、さすが8コア8スレ。あれ、止まった。はい、なんとこのまま画面がフリーズしてしまい、一切操作を受け付けなくなってしまいました。え、ジャンクじゃん。まあジャンクなんですけどね。仕方ないので。バイオス設定からとりあえず使用コアを8コアから7コアに変更してみたいと思います。変更方法は、詳細から。CPU 設定。アクティブプロセッサーコアから変更ができます。ここで使用するコア数を指定して、最後に F10 等で保存をしたら、再起動します。こちらが7コア状態の 9700K になります。なんか奇数って不思議ね。ではこちらも回してみましょう。今度は乾燥するのかな？あれ？残念ながら7コアでも乾燥できませんでした。やっぱりジャンクね。この後も、6コア。5コア。4コア。3コア。2コア。1コア。ターボブーストオン状態だと1コアのみシネベンチを乾燥することができました。え、でも1コアって、実用性皆無ですね。では次にターボブーストを切ってやってみたいと思います。シュララ。ではターボブーストをバイオスから切っていきましょう。先ほどと同様に CPU 設定から、CPU パワーマネジメントコントロールを開き、こちらのターボモードを無効にしていきます。こちらがターボブーストをオフにした状態のデスクトップ画面になります。クロックも先ほどと違ってちゃんと落ち着いてますね。確かに、さっきは何もしてないのに 4.7GHz とか出てたもんね。ではこのままシネベンチを回してみましょう。それではスタート。お、通りそう。せっかくなので1倍速でお送りします。ターボブーストが効いていないので、クロックは 3.6GHz までしか出ていませんね。それでも8コアもあると早い気がする。まあ確かにそれはありますね。そろそろ止まるかな。あれ、止まらない。もしかして。とりあえずシネベンチはターボブーストをオフにしたら通りました。ただ、さすがにシネベンチだけだと、本当に使えるのかわからないので、耐久ソフトも試してみましたが、残念ながら乾燥することができませんでした。ちなみにシネベンチと耐久ソフトの両方が乾燥ができたのは、ターボブーストなしの6コア状態が両方クリアできるラインでした。6コアターボブーストなしか。ちなみに、ターボブーストなしの8コア8スレッド状態で、
1時間ほど YouTube を見ていたんですが、YouTube ぐらいの負荷なら落ちることはなく、この後も普通に作業等はできましたね。ということは高負荷に耐えられない CPU ってことなのかな？かもしれないですね。ということで、今回は、ジャンクの Z370 と i7-9700K のご紹介でした。i7 の方は LJ でなかったのが悔しいわね。それについては、私なりの考察ですが、1、実はマザーボードが壊れている。2、CPU が何かしらの原因で壊れている。3、リテールクーラーだったので冷やしきれなかった。この辺が候補として上がってくるかなと思います。ただ、3番に至っては、CPU が高温すぎる場合、サーマルスロットリングが落ちて、パソコンの方で発熱やクロックを抑えたりするはずなので、可能性としては低いかなと思っています。あとはターボブーストオンにした時に、何もしてなくてもクロックが最大付近まで上がっていたので、2番の CPU が壊れているが濃厚かなと思っております。どちらにしても今回みたいにドッチジャンクの場合、原因の追求が難しいところが難点ですよね。確かに、動くマザーか CPU を持っていれば、そっちでも検証をしてみてってことができるしね。ですね。まあ今回は邪道動作確認ということで、ジャンク同士で動作検証をやってみました。結果としては微妙でしたが、この 9700K は、動かないことはないので、ちょっといろいろと試してみようかなと思っております。おお、何をするのかしら。それは今後のお楽しみです。ということで、ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またね。